群馬ダイヤモンドペガサスの試合ですが、6回の裏、新潟 RBBC の攻撃です。5対5の同点です。1番打者の萩島が三振で倒れて、今勇気です。勇気がフォアボールで一塁に行きます。ワンアウト。全京国際大学東京都出身。時折雨がポツポツ降ってきてます。野球場の奥の桜はなんか満開のようです。しないんでしょうか。この緩い感じがね、BC リーグのいいところで。群馬の応援団もわずかながら来てますね。まあ、平日の月曜日なんで。場外ホームランを打ってくれまして、1点勝ち越しました。これから萩島かな、バッターです。で萩島がフォアボールで1塁、ワンアウト1塁です。ショート勇気。ファールボールにご注意ください。本日の試合中はアルミ選手もご用達、長岡ドームバッティングスタジアムの提供です。記念にどうぞお持ち帰りください。1番センター野呂大輝。群馬ピッチャー伊藤に変わりました。2アウトランナー2塁、新潟 RBBC の攻撃です。8回の裏、1点追加して勝ち越してます。新潟ラグビー市ボールが先行しましたね。うわ、ボール3だ。ここは守りきってもらいたい。あっちゃー、フォアボールだぞ。おい、勝利なのに。
回を抑えれば勝利なんですけれども、ピッチャーは山口から塚田に変わりました。ワンアウト満塁です。はい、同点です。これで9回裏のイニングもありますね。まだまだワンアウト満塁。とにかくまずは1人ずつ。ボール3だぞおい。よし、三振。しかしまたこれが強そうなバッターが出てきました。チャベス、おい、押し出しとかに並んでくれよ。さあここで同点。もしかしてこれはサヨナラになるか。ノーアウト一塁三塁。すげえ。さあこれ次はもうアルビでおなじみの平野が登場。群馬ダイヤモンドペガサスに。桜も満開、アルビが勝利しました。メッセージお願いします。そうですね、本当に今日は本当に長い試合になりましたけども、本当にいい試合になったと思います。本当に皆さんのサポーターの応援のおかげだと思ってますので、またこれからまたたくさん応援してください。よろしくお願いします。皆さん風邪ひかないように気をつけてお帰りください。次回のホームゲームは5月
今年度の赤堀新監督です。群馬戦3連戦は新潟 RBBC が2勝して勝ち越しました。